さて、目の前を走るのは元気 TV。早速、元気出していこう。よろしく。ということで、今抜かされました。恵比寿大黒ウルトラマラソン試合の前日は東京で骨髄バンクボランティアの集いパネリストとして参加をさせていただきました。献血骨髄バンクの普及に少しでも貢献ができたらいいなと思って東京まで足を運んできました。映画「一番会いたい人」のプロデューサー堀さん、世代から取った山本さん、また豊中さんとも写真を撮りました。終わってからすぐに東京モノレール乗車、そして羽田空港からなんと飛びまして出雲空港に向かっていきます。そして松江駅まで行きまして1泊。そして松江駅から仮眠で、仮眠をいたしましてですね、マラソンバスに乗って、そして前日スタート地点までやってまいりました。島根県の東橋美保神社がスタート地点です。こちら、恵比寿大黒ウルトラマラソン、今からスタート。宿泊経験のあるゲストハウス、コース上にあったの記念撮影。この時点ではまだ先頭を走っておりました。有意義に写真を撮っております。この時点、8休憩、10キロ地点の1、2、3位、写真を撮らせていただきました。いやー、きゅうり美味しかったですね。これ25キロ地点やったかな。確か走っていきました。おっと、そしてこの姿は、さて、目の前を走るのは元気 TV。早速、元気出していこう。よろしく。ということで、今抜かされました。先ほどまで30キロまで先頭を走ってた松井さんですけども、ここに来てようやく全部を歩くという失態をしてしまいまして、元気 TV に今、早速37キロ地点ぐらいかな、抜かされました。さあ、これから出雲大社に向かって、頑張っていきましょう。レッツゴー。来ました。40キロ地点。時間が8時50分ということで、今、40キロ地点3時間20分で通過イエーイということで、先ほど申しましたけど、30キロ地点までね、これでも先頭に走ったわけですよ。そこから、ちょっと、紆余曲折ありまして、今3時間20分かかっちゃってます。はい。では、ここからまたゴールに向かって、一歩一歩、歩んでいって、スイーパーに捕まらないようにだけ、今スイーパーとこれから鬼ごっこをしていこうと思います。こんな峠が続いていきます。下ってきまして、ここでちょうど50キロやってまいりました。なんとか40キロから50キロ地点までやってきました。次々とベランダが来ております。ということは、時間、今10時10分ということで、50キロ地点通過タイムが、4時間40分ということで、そうですね。4時間40分ですね。はい。またもうちょっとあと半分、頑張っていきます。行けるところまで行きます。よし、50キロ地点過ぎたところのファーストエイド。まさかの元気 TV! イェーイ！元気ない TV です。まさか、さっそうと走っていったのにまさかでここで会うという、びっくりが訪れました。頑張ってきた甲斐ありました。イェーイ。いやー、まさかね、ちょっと舐めてましたわ。まさか、ウルトラマラソン100キロ。100キロ何回目なんですか？初めてです。初めてでした。あー、それは。今でちょうど5時間、52キロ地点、51キロ地点ぐらい、ジャスト5時間です。まだまだ休みます。まだまだ休めます。完走までまだまだいけます。はい。あと残り頑張っていきましょう。今60キロ地点通過しました。時間が、11時40分ということで、何時間だ？60キロを6時間10分で通過。あー、すごい。50キロであんだけフラフラやったんですけども、なんとかこの10キロ持ちこたえました。次、70キロ地点、向かっていきます。75キロ地点、70キロ、これ75キロ地点までやってまいりました。あと4分の1ですね、4分の3走り切りました。なんとか走りました。で、こちらでですね、なんとしじみを配っているところで、また食べていく大事なところが、ちょうどこの天気でですね、雨が若干降り始めたので、スマホ撮影できるかできないかわかりませんけど。天気持ちこたえて今80キロ地点やってきました。イエーイ。もう50キロ地点の時には本当に来れるとは思ってなかったですけども、なんとか80キロまで来れました。時間がですね、ちょうど2時ジャスト、14時、2時ジャストでございます。ここからゴールに向かって、あと20キロ。いやー、あともうちょっとですね、頑張っていきます。レッツゴー！イエーイ！どうも、84キロ地点やってまいりました。ウルトラマントライアスロン、ラスト84キロ走るということで、今の時刻見てみましょう。ドン！ 14時50分ということで、84キロ地点まで、5時半スタートやったんで、何時間ですか、9時間20分でやってこれました。イエーイ。あと残り16キロ、92キロまでたどり着きました。ラスト10キロということで、ここからしっかりと刻んでいきたいと思います。時刻は、3時40分になりました。まさかの、さっき80キロ地点での通過がちょうど2時でしたから、この10キロ、1時間40分かかりました。いやー、辛い。この距離辛い。あと、ラスト10キロ、なんとかゴールまで、向かいたいと思います。レッツゴー！頑張るぞー！気合い入れよ。そしてこのオフトコマイナー2人に一緒に行くぞと声をかけていただき、ケツを叩いていただきました。最後の力を振り絞り、ラスト5キロラップ21分30秒、本日最速ラップを叩き出してなんとかゴール。本当にありがとうございました。本当に応援に感謝です。いつも本当にありがとうございます。最高な日がやってきました。無事ゴールいたしました。最後95キロ地点にで感化され、ラスト5キロ最速ラップ22分で帰ってきました。ちょうど見てるかな、11時間18分ぐらいで、ゴールになります。いやー、辛かった。本当に皆さん、ありがとうございます。戦況としてはね、30キロまで先頭で走って、もうこれ足にガタが来てやばいなと思ったんですけど、まあなんとか持ちこたえて、ここまでやってくることができました。応援ありがとうございます。本当にマジで、運営していただいた方々もそうですし、ボランティア方もそうですし、応援していただいた方々もそうですし、本当に感謝あふれる、恵比寿大黒100キロマラソン100キロ完走したぜイエーイでした。本当にありがとうございました。最後も記念撮影をさせていただきまして、このステージの上に立たせていただきました。第29回恵比寿大黒ウルトラマラソン、出雲大社。こちら、ご縁の神様が眠る出雲大社。私も足を運ばせていただきました。こちら、出雲大社、ここゴール地点でございました。本当はゴール地点は出雲大社の向こう側、この地球からずーっと降りたところだったんですけども、出雲大社の目の真ん前で、ゴールができる恵比寿大黒ウルトラマラソン、素晴らしい大会でございました。今からこの境内に入ってですね、今までいただいたご縁、このご縁の神様、出雲大社でございますから、このご縁の神様にぜひとも挨拶をさせていただいて、この神戸市との出会い、そしてこの、ね、本当にこの素晴らしい、この大会の出会いですね、すべての出会いに感謝を捧げていきたいなというふうに思っております。今から行ってきます。出雲大社は2015年の時以来の訪日になりました。コスリバンクボランティアの集い、新橋フォーラムまで行きまして、物に乗って飛行機に乗りまして、そしてたくさんの出会いとともにゴールを目指し、ゴールをさせていただきました。最後までご視聴もありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。本当に今日は応援ありがとうございました。